なんか難しい感じにならないんでしょ。なんか画数も何画以上何画未満で決めるみたいな、なんかルールがあるんでしょ、知らないけど。なんだろうね。でただ木で始まる単語なんですけど、条件として前に思い浮かべたものにつながるものを思い浮かべてはいけません。要はその金玉じゃねえよ、まあ、いや黄色いパーカーの後にその金玉とか思い浮かべたとすると、全然関係ないことを思い浮かべてるんで、あこいつ今バカになってるなっていうのが脳も気づくんですよ。要はあの皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。